トイコンのいいところってさ、っていうか任天堂ラボのいいところってさ、フラゲーっていうのがないっていうか、ダウンロードしたもん勝ちみたいなのがなかったり、本当にその全員が同じ時間にソフト買ったとしても一回これ作らな勝てんっていうね。まあ10人ぐらいで作ったら知らないですけど、やっと俺作り終えたんで、まだゲームやってないんですけど、一回本当に作ったぞっていうところをね、見せたいと思うんですよ。っていうのもなんやろう。絶対作らないとできないって言ったのは、つまりその段ボールにくるまないと、ジョイコンだけでその手ができないっていうか、特にバイクとかなんかできそうやったんやけど、全然できなかったんですよ、本当に。2つジョイコンを手に持ってるだけじゃできなかったんですよね。でも、今回このアクセルから最初作ったんです。そう、アクセルトイコン。このアクセルトイコンは手でできるって、作ると、作っちも言ってました。手でできるんですよ。だから、俺、あれこれ本当に作ってねえんじゃねえのこいつ。ハンドルとかも自分でやってんじゃねえっていうふうに絶対できんねんけど、思われたくもないなっていうのも一応あって、あと完成完成祝いみたいな動画をしたいなって、一応ね、今できたばっかりやから、まだゲームしてないから、記念動画を撮りたいなっていうのがちょっと思ったんですよね。で、これは昨日のうちに、昨日っていうのは発売日に作りまして、1時間ぐらいで作ったんですよね。そう、全部で5時間半ぐらいかかりましたけど、どっから説明していこう。5時間半のうち1時間。で、これ2時間。だからあと2時間半はこれとこれなんですけど、飛行機と潜水艦ないけど、それ以外になんやろ、これとかあるんですよ。これの2個あるんですよ、これ。これの2個じゃない。これと、これね、ワンコンとツーコンがあるんで、全部で5時間半ぐらいやったかなと思いますね。一応、ここに出てるんですよね。ここに出てるので、ちょっと横ですいませんけど、アクセルペダルは僕60分、車が120分、潜水艦は多分もっとかかった。で、飛行機は30分ぐらい、45分ぐらいかな。で、リモコントイコンとかももうちょっと、あれこれリモコントイコン買ったあ、鍵トイコン。鍵トイコンはそうだね、15分ぐらいかかるで、そんなもんになるんかなと思ってます。だから僕的には大体10歳ぐらいの感じでやってきたんですけどもね。それぞれ、これまたすごいなと思うのが、なんやろ、今までバラエティキットとロボットキットにもそれぞれの特徴があったんですよ。特にロボットの重りってあれすげえなって思って、パタパタパタって全然違う、これとは全然違うものが入ってたりするんですけど、今回もなんかもう飽きてたかなというところもちょっとあったんですけど、この六角形っていうか何角形、多角形がすげえ全部にあるんですけど、それぞれに実はちょっとなんか新しそうなところがあったなって思って、でそれをちょっと感動してますして、このアクセルに関してはここ買ってんすよ、結構思ったより硬えなっていうのと、あとここら辺も硬いですね。これ足で踏むもんだし、僕これにしか使わんと思ってたんやけど、これも必要なんですよね、アクセルって。だからこれは頑丈にできてるなと思いました。多分頑丈に作ったと思います。でこれは一番でけえんですよね、ハンドルということで圧倒的に。こうやって見比べると分かると、これはそうこの上のこれ作るのにも時間かかったんですよ。なんか意外とこれ、ほら、取れつんてるんやけど、なんかうまく挟まなくて、これ。なんやろ、含まれてないんですよね、これ多分。実際の時間に、わからん。含まれてるやるけど、あんまりこれはつけなくてもいいよみたいな置き方されてるんですよね。多分これ一番新しいなと思ったのは、まあもちろんいつも通り、こういう輪ゴムには感動するんやけど、ここを回すやつが、なんか一番新しいんじゃないかなって僕思いましたね。なんかずっと回せられるっていう、この、車っぽいやつね、こっちにもありますよね。で、バックはあるんですけど、やっぱりこの中で一番良かったのはこれかな。で、潜水艦はもうやっぱり、もう発売前から分かってたんですけど、このカチカチって音は気持ちいいんですけど、今中見えるようになってるよって作るとさんも言ってたんですけど、このネジが回るようになってるのを見せるように穴が開いてるんだって。で、穴って開けたらあかんってピアノの時から習ってたのに、穴開いて見せるまで、なってるんですよ。これ、これで IR カメラマーカー、IR マーカー読み取れるなと思ってるんですけど、開いてるんやって、スクルトさんがそうやって言ってた。で、まあやっぱりそこのネジの絡み、これ縦と横、今ちょっと開けれないんですけど、開けづらいんですけど、この今横に回ってるネジに絡まった縦のネジがあって、そこに興奮するよねって、スクルトさんもいちいち言ってるんですね。いちいちそこに、もう俺全部ね、この蓋のパカパカってとこにも感動してるけど、全部に感動する中でネジはやっぱり感動しましたし、なんやろな、最近で言うと iPhone が出て感動みたいな、そんなレベルをはるかに超えた感動があります。で、こっちはな、これが面白いのが、飛行機ってめっちゃシンプルやん。一番シンプルやんと思ったんやけど、このやっぱバネなんですね。最初から報告されてはいたんですけど、このバネのところが今までなかったんですよね。このバネによってこのクインクインっていう動きができるのと、あとここのところももう何の輪ゴムはあるけど、これでこういうなんやろ R トリガーを押すトリガーを押すボタンじゃないんですよね、これって。それがちょっと感動したのと、これだけ色が黒が入ってるんですよ実は。でこうやって見ると A、B、C って B に黒が入ってるんですよね。だからおまけの紙なの、ちょっと飛ぶよ、おまけの紙ってあったじゃないですか今までも。こういうおまけの紙ならわかるんですけど、そうやって飛行機の中に入ってる部品が結構多いの、これ。B のやつ全部この中にぎっしり入ってるっていう、その仕掛けが感動したな。で鍵とイコンは2つ必要なんですけど、多分俺作り間違えて、潜水艦で1回 IR マーカー反射テープ貼り間違えてビーってなってるんですけど、これも多分反対ですよね、これ本当は。これ間違えてますよね。でも2人でやっていきたいし、ここのボタンを押した時の気持ちよさはありましたね。それからゴミを調べたいんですけど、まず今残ったやつはこのぐらいですね。これゴミじゃないですね、余りのやつですけど、このテープに緩衝材的なものに関してはもうちゃんとなくなりましたね。なくなりましたねって言ってたもん、説明書でも。でここは残ってます。でこれですよね、僕ちょっと感動でこれすら捨てれないんですよね、これ。右からアクセル、車、何やったっけ、潜水艦、飛行機なんですけど、やっぱり車が一番でけえゴミがあるのに、このゴミすらめんこみたいな音して気持ちいいの、この音すら俺気持ちいいで、これ捨てれんの、これすら捨てれないぐらい美味しいっていう感じで、最後にあれですね、番宣になるんですけど、任天堂で買うとこういう箱にくるんでいいよっていうこともあります。じゃあやっと今からドライブキットのゲームやっていきたいと思います。昨日はスロットカーしかできなかったんで、スロットですか、スロットカーか。